昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。あ、はいはい。お願いします。この位置で初手何言おうかな。まあ、あんまり変なことをする人は嫌いですね。基本的にムラスラとかもしないでいただきたいなと思ってます。決まった場合でもその人がムラなのかっていう保証ができないので、あんまりやめてほしいかなと思ってます。まあ、占い師の精査が一番重要かなと思ってるので、真の占い師さんは変な発言せず、頑張って締め取ってほしいなって思ってます。まあ、自分は黒見つけるよりも白い人を見つける方が得意なので、まあそっちの感じでいこうかなと思ってますけどね。まあ盤面揃い次第でもうちょい2周目は頑張れると思います。はい、お願いします。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ2番目ということで、そうだな、1番さん、まあ、この位置で色落ちもクソもないんですけど、まあ、白を探すのが得意ということだったので、まあ、白探していただいて頑張ってほしいかなと思うのと、そうだな、まあ、僕も占い師2人出てきたら、頑張って精査しようっていうのはあるので、まあ、例の2人出てきたら釣り切りでいいと思いますし、はい。そうですね。まあ、LINE とかね、頑張って考えて、村人、勝ちましょう。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。3番、神様じゃ。5番、白。5番、白。占い師、カミングアウトじゃ。5番、白。そうじゃの。まあ、1番さんには、そうじゃの。頑張って、そなた視点の白、村人、位置を探してほしいかの、その考察をしっかり述べてほしいかの、それでわしが、わしそなたの色を判断する。で、役職なんじゃが、基本的には潜伏してほしいかの、騎士とかは、霊能は霊能者に任せる、わしは。そうじゃの、順番的にわしが死んで、一番最初に出て、なんかあんまり、微妙な盤面じゃったが、わしが死んだからもう出るしかないと思って出たぞ。5番白、5番が白、トラちゃん推しが白。よろしくの。以上じゃ。ゴッド。4番のプレイヤーが発言します。裏、C はなし。3番に関しては、霊能が出て別に任せるわっていうのがちょっとよくわからんけどな。グレーの中であなた例えばさ、ね、1番が黒いと思って1番占ったら霊能でしたなんて言ったら2周目、2日目、100% 芯切られるよ。だったら3番さんって2周目の1番3番の位置に必ず出てほしいっていうのが、俺はあなたの新感情だと俺思うけどね。任せるわっていうのはようわからん。何せ、霊能って一角した場合っていうのは釣り位置をそこどこ、色見たいかっていうところの釣り位置に上げられるんだから、そう。だからそれも含めてだけども3番さんのシーン追えんかなって思ったけどね。それぐらい。で、2番さんに関しては例の釣り切って言うんだけども、一角した盤面もまず想定してや。釣り切って言ってたらなんか白くなるとか思ってるか知らんけど。しかもそういうことを言うことによって強靭対抗出るかもしれないから、そういう発言は安易にしない方がいいと思ってるよ。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。僕が真の占い師で、8番さんにランダム白刺さってます。8番さん、ランダム白です。お願いします。直近の4番さん、めちゃくちゃ白いですね。まあ、偽なんですけど、3番さんに関してめちゃくちゃ叩いているっていうところはすごく印象がいいです。3番さんは僕に白ですよね。じゃあ僕標準で置くっていうことでいいんですかね。はい、じゃあ2周目しっかり人狼位置を提示しましょうっていうところですね。1番さんに関しては2周目1、2番さんに関してですが、1番さんに関して頑張ってほしいですっていう発言をしてるんですけれども、って思ったんですよね。1番さんは白を探して白はじきするっていう、そこに関して2番さんはどう思ったのか。あなたもじゃあ白を探すのか、黒を探すのかっていうところはしっかり提示してほしかったなって思ってるんで、2番さんも印象悪いかなって感じですね。はい。それぐらいですかね。レイノンさんに関しては、別に出てきてもらってもいいですけどね。まあ、2周目1でしっかりチャットで出てきてくれれば問題ないです。岸根さんに関しても出てください。6番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。自分、レイノンでした。もう2周目じゃなくて出ます。自分、レイノンね。うん。まあ、1、2、4のまずグレーに関しては、1番は白を見つけるのが得意。いや、まあ、黒を見つけるゲームやからね、と俺は普通に思ったんで、まあ、進行論はこの人、この先も違うなって思ったね。2番さんはあんまりちょっと記憶ないっす。ごめんなさい。4番さんはかなり白い。3番をあの位置であんだけ叩ける。これ、村人陣営であってほしいよねってかなり思ってるし、現状は白く思ったね。うん。3番を占い1人しかできてない時点で、あなたにしんびれませんよ。まあ、それが、人外なら頑張れって言ってるっていう意味合いで取る人いるかもしれんけど、それで4番は白いと思ったし、今の精査的には5番の方が信命高いなと思ってます。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい。まあ、まず、裏金審議については、まあ、5結構新名だと思っていて、なんだろう、5が強靭で、例えば3狼の場合、5って結構利的やろうなと思うから、5が強靭に出るメリットないと思うから、5って結構新名高いと思っていて、で、まあ、3の内訳は、まあ、多分人狼なのかなとは思ってるけどね。で、で4番さんって、3番さんめっちゃ叩いて印象あるから、なんだろう。まあ、もし3が真5強な場合は、まあ、4手、なんだろう、人狼だったら3叩かないと思うけど、もし3狼の場合って3、4は結構あるかなって思ったかな。結構叩くのがちょっと違和感だった感じはしたから。で、2番さんは、なんだろう、まあ、2周目かな。なんかその、まあ、結構緊張してるイメージあったから結構、まあ、なんだろう、3、1にはなると思う。で、1番さんはなんかその、白探すのは得意って言ってたから、なんだろう、なんか、狼だったら途中で違和感になるからなんだろう。結構村っぽいなと思って、その思考っていうか。8番のプレイヤーが発言します。俺、グレーで黒の4番さんなんだよね。4番さんも3番さん叩きがかなり不当で、自分噛まれたくなかったら霊能者って出したくないはずなのよ。霊能一角した時って、霊能越えしかしない騎士っているから、噛まれると思ったら霊能潜伏させた方が占い声高くなるから結構出したくないの。3番さんってあんま王冠っぽくないなって思ったの。4が不当に叩いてたんで4結構怪しいかなと俺思ってんだよね。5番さんもちょっと怪しいとこはちょっと白もらってるなら1周目潜伏すればよかったんで、5番さん目線って3がロー8が今日の可能性あったから5番さんが潜伏してたら俺が占い師をしたら、教授も十分見れたのになぜ5番さん潜伏しなかったんだろう。自分はちょっと4番さん釣りたいかなと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。署名します。9番です。塩ございます。占い師です。ランダムで1番さん白が触ってますので、把握よろしくお願いします。では3、5、2世確定ですね。3がローで5が強だと思っている。逆だった場合に5が出てくるメリットってないからです。3の発言のムーブであれで芯を切る人いたら逆にすごいなと思うし、これに関して言えば、騎士出てきてほしいって言ってんだよ、初週から。もう、それが人外要素かなっていうところですよね。グレー精査でいくと、8が一番精査まっとうかなというふうに思ってる。で、3、4のライン切り、これは全然あるかなと思う。で、これについて言うと、3、4のライン切り全く追っていない、4が白いでしょ。それが新メッセージはそもそもないでしょって話だよね。7については5の新芽があるっていう形で言ってるんで、まあ、37ですり寄ってるっていう構図も見えなくもないって感じですね。2番さん完全に2周目です。2周目。4の2叩きっていうのは完全に不当だと思っている。現状3、4で見てます。今日3言ってください。以上。1番のプレイヤーが発言します。3章じゃない。3番さん、デースラね。デースラか。いやー、てか8番さんが4黒いって言ってた視点は私とは違うけど8は白いかなと思った、うん、だって場面で8番が5に接しするで4番は3番に対して叩いてるのにそこで対立するのってあんまりなんか8番さんの相方っぽいところがいなさそうだなと思ってて、ちょっと今何言ってるか分かってるかなって感じがした。でも4番さん単体では私白く見えてるから、そこだけが違うかなと思ってる。3番さんの1周目の発言って、なんかクソにせくさいなって私思ったから、4番さんが3番さんの次の発言であそこまで言えるっていうのは普通に村っぽいなと思った。なんか8番さんじゃねえ、3番さんってもう霊能ってすらしてるけど、明らかに偽っぽいと思ってたから、まあ、5番に白が刺さったっていう結果も含めてほぼ偽だなと思ってたから、9番さんが出てきて、ああなるほどと思ったけど、今弾けんのは84くらいかな。だから72から落としたいなと思ってて、7番さんってなんか3、4でつなげてたのがあんまり私はしっくりこなかったかな。自身のことを白っぽいって言ってくれてるんだけど、あんましっくりこなかった。まあ、6、3、2番のプレイヤーが発言します。3番さん、例のスライド。3番さんもなんか、そうですね。まあ、9番さんがその位置で占い師出てきたんで、巨人が霊能スライドっていうのしか思えない。あと4番さん、めちゃくちゃ3番さんのこと叩いてたんですけど、まあまあ言ってることは確かに分かったんですけどね、霊能出てこないでって言って。で、あと5番さんも、あれか、騎士出てこいって言ってたのはちょっとどうなのかなって思いました、村目線。はい。なんで僕、まあ、9番さんの方が締め高いかなって感じで、今日の釣り位置はグレーですか。占い師から言っても嫌な気がするんですけどね。あ、ちげえわ。例の、あ、でも3番さん強靭だったらどうなんですか。例の3番さん行くのか。だろう。グレーだったら、7か4。どっちですかね。まあなんか5、4のラインがちょっと見えてるんで、僕目線なんですけど、4番さんの意見に5番さんもすごい賛同してたんで、まあ、真っ当なこと言ってたと思えば真っ当なこと言ってたんですけど、グレーだったら4番さん、釣りたいかな。そうだったら俺の裏にあるかな。はい。まあ、例のだったら3番さん、グレーだったら4番さん入れます。3番のプレイヤーが発言します。なぜ霊能だったらわしなんじゃ。わしはの自分で霊能者っていうのはほぼ半分伝えとったんじゃ。なぜかというのはわしはもう占い師の時点で霊能と騎士は任せると言っとるんじゃ。ワンチャン霊能が店出てくるかのって思ったらやっぱり出てきたんじゃ。まあ、確かに4番にもうちょっとのわし視点シーンっぽくやればよかったのかのってわしは思ってたんだじゃが、まあ、トラップじゃのポジティブに捉えれば6番はわしのトラップに引っかかってきたんじゃ。トラップカード神の宣告じゃ。そうじゃの、まあ、4番は結構白く見えるかのわし視点は。まあ、今日は36の欄でいいぞ。神か釈迦か仏か神か釈迦かって感じかの。でも6番いってほしいぞ。わしは自分でそうじゃの。確かにそれは自分で霊能って言ってるようなもんにも取れるから、6番に隙を与えたとも取れるの。それは申し訳ない。でも1番か2番が確かなんか霊能にしようだったらロラするみたいな、誰かどっちかが言っとったけど、なんか2番さんはグレーから行きたい、4番さんから行きたいっていうの、なんかちょっとなんか発言矛盾しとらんかのってちょっと思ったかの。5番に白っていうのがちょっとあれだったかの。なんか慣れないことはやらん方がええと思ったかの。すまん。でもわしが死んじゃ。6番を釣るがよい。4番のプレイヤーが発言します。進行論で言ってたやん。霊能ロラーするって。霊能2人は釣り切りだって。あんだけ声高らかに。俺言ったよね、2番さんにちゃんと。なのに36の真意について分からんから、グレーの4詰めたりとか、わけわからんこと言ってる。で、45のローローとかわけわからんことして思い出すでしょ。は？と思って。あなた36の真意つけたごめん。あとごめんなさい。5番さん、本当ごめん。あなたの白鷺のちょっとごめん。占い結果ちょっと聞き漏れてたんで、ちょっとどこ白か教えてね。ぐらいかな。2番がめちゃくちゃ黒いんやが、村でそれ言ってんだったら俺2番からついていってるんだけどね。三毒の真偽については、占い師の例の出てほしくないっていう3番の進行論からのすらでしょ。俺は若干3の方がなんか真っぽいなっていうふうに思ったけどね。6番さん出るんだったら2周目の1番さんの1じゃなかった。かなっていうふうに思っている。で、8番に関してもそうだけれども、例の5に、名使いたくないからとか言ってたけれども、いやいやいや、わかんないじゃん。これ、36が新老だった場合っていうのはもちろんだけれども、狼ってわかるからさ。新居だった場合ってどっちがお安いかわかんないから、それはどうかなって不当な殴りだなっていうふうに思ったけどね。だから結局ローラするんでしょっていう話になるかもしれないけれども、俺は若干6に傾いてるかなっていうふうに思ってよく、ツリーチ上げないと俺は、ダメだと思ってるんで、6に行こうかなっていうふうに思って、6の発言も聞いて、63の真偽つけたいかな。それぐらい。まあ俺は5番が真だと思ってるよ、今のところは。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目です。まず4番さんに言います。僕は8番さんに白が刺さってます。8番さんに白です。白お願いします。まあ、ちょっと微妙だ、どうか分からなかったんで、口頭で言いましたね。8白です。お願いしますね。9番さんに関してですね、言いましたね。9番さん1周目のラストに。3番さんがロー、5番さんが強で。要は僕が白出しされてるのに、そこから出てくるローはいないよと。じゃあ9番さん目線、僕が強っていうことですね。じゃあ36にローがいるっていう清楚ですよね。9番さん、間違いないですね。それ折れたら完全にあなた終わりですよっていうレベルですね。はい。なんで俺3番さんのスライドって結構ナイスだなっていうふうに思いましたね。で、8番さん、白先に、なんで潜伏しなかったのって言われたんですけど、普通に3番さんの白刺さってる状態で僕真なんで出てくるって村にしっかり落とせると思うんですよね。これ2周目に出てくるより俺は普通に率直に出てきた方が強いなって思ったから迷わず出ました。で、1番さんと2番さんがめちゃくちゃ臭いんですよね。1番さんに関して74怪しいと。言いましたよね。で、結局釣り位置って36なのでどっちかの釣り提示しないといけない。プラス2番さんに関しても4番もおっしゃっておりましたが、36の精査じゃなくてグレー。プラス2番さんは74しかやんなかったんですよね。1抜かしたんですよね。なんでって思いましたね。だから本当に、マジでちゃんとしてほしい。残りグレーに1人外しかいないのに、1、2の発言がめちゃくちゃ黒いんで、占い位置迷うんでやめてほしかったですね。4番さんに関しては白はじきでいいんじゃないかなって思ってます。僕は3番さんのスライド結構僕は新芽高いなって思ったんで、今のところ6番さんに入れようと思ってます。ただ、霊能は釣り切ります、もちろん。岸さんに関しては出ないのであれば僕を真だと思って、ちゃんと動いてほしいなと思います。以上。6番のプレイヤーが発言します。3番のスライドが新芽が高いっていう考察の仕方は正直言ってよくわかんないね。まあ、ちなみに4番に言っとくと、別に俺霊能って2周目に出る必要全くないと思ってて、それで俺の発言がみんなの1周目の発言の精査に入ることの方が無駄だと思ってるから1周目で出たし、2周目でいいんじゃないっていう3番か5番かの意見っていうのはどっちがね、そもそももともと3番って占いで出たじゃないですか。どっちが真かっていう発言わかんないんで、それは関係ないと思ってるんで自分は出ました。まあ4は俺白はじきしてもいいと思ってるね、やっぱり。まあそれを叩いて8って臭いなと思ってるんですけど、俺4番が3番を叩いた内容が不当でもいいと思うんですよ。初日の一緒にそれができるっていうこと自体が村っぽいと思ってたし、まだまあ、それの、そうなんですよね。3番つってほしいね。まあ、3番、人狼っていうか、強人名高いかなと思ってるんですけど、3が5白出てて、9占い出てきて、これ盤面で村が9釣りっていう風になった時に、3ってまあ、先般かわすんじゃないけど、その可能性あると思ってのスライドってシンプルに見てほしいですね、僕は。ムーブで新名高いとかの顔正直言うとありえない。まあ、あと5番の方は新名高いね、占いは。やっぱ1、2、占い師の悩むやろな。7番の2周目の発言ちょっと聞いときたいね。今度はね、2番の発言は確かに分かった、2周目は。4番の指摘マットやったと思う。占い、レイローラの話してたのに、2周目どうしたっていうのはあるけど、1周目の7番がちょっとふわっとして記憶ない。7番のプレイヤーが発言します。まず1周目聞いて、なんだろう、なんか3が強人で5に、白出して、で、5狼で、で、5狼だった場合、それ出てきたら、ほら、情報釣りで、真の占い師9釣れるっていう構図も見れるから、まあ、それなら、まあなんか、一瞬出てきた筋はあるかなと思ったけど、で、なんかすげえ2が強臭かったんだよね、発言が。で、2強靭かなと思ったけど、その場合って、なんだろう、まあ、進路になるんだけど、進路ってなんか見れないんだよね。なんか3狼だとしても号泣つながらんやろし、6狼だとしてもね、まあ6狼ならまあ号泣では進路やろうっていうなら出てこれるけど、まあ、それもなんか6番さんなんか新名あるから、なんだろう、それもないかなと思ったから、普通になんだろう、例の心境の占い進路だと思ってて、かな。で、3は結構もう強靭かなと思ったかな。だから、で、占い神経わかんないな。でも確かに6番さんが5を新芽に見る理由がちょっとわからなかったな。そこは引っかかったかな。でも3は強靭だと思っていて、で、ローはでも2であれでローでは言わなそうな気がするから、で、結構8番さんの精査、なんか4見る視点が結構俺立ってたから、まあ、現状4ローで5級どっちか相方いるのかなと思ってるかな。で、8はまあ2週目聞いて、まあ精査しようかなと思ってる。まあ、今日は3いこうかなと思ってるかな。以上。8番のプレイヤーが発言します。やっぱりちょっと俺はムラリないとこから釣りたいんで、6番さんに関しては2週目に出た方が絶対いいと思うよ。進路って結構狼サイド強いんで、6番さんって2週目出たらもしかしたら全人外露出あったんだよね。霊能3枚とか狙えたのに狙ってない時点でもう6偽の3決め打ちでいいと思う。3番さんに関してはやろうとしていることが占い決め打ちさせようとして占いに出て霊スラなんで、3の新芽がかなり高いと思う。で、9番さん真であればあそこ潜伏しとかないと、ここ9番さん出て3番さんスライドしたら3番さんが釣り逃れでレースらしたように見られちゃうから、9番さん真であるならあそこは潜伏して、3番さんにスライドがあるかどうか見て出ないと、これは3番さんがかわいそうだよ。5番さんに関してはね、狼が結構薄くて、3から白もらってて5番さんが狼の時って、俺が新占い師の時きついから、5って俺あっても今日だと思うんだよね。だから占い審議はついてないけど、それならもう3決め打ちで脳が勝てると思うんで、5と9は頑張って黒見つけてね、6つって3決め打ちでいきましょう。9番のプレイヤーが発言します。3決め打ち、それが何、6が初週出てきたからっていうこと？それだけで？いや、ちょっと若干8もおかしいなと思ってきたな、今のでね。単純な進行論の差だけでしょ。まあ私の目線で言うと、変わらず3がローで、3、4ロールを5強だと思ってる。今のところね。4っていうのは完全に2の発言を捏造していて、2っていうのは、霊能だったら3に行きたい。グレー釣りだったら4に行きたいって言うんだよ。で、1番触れてない与え名称形論なんだからね。グレーの中からの釣りで行くんだったら4から行きたい。霊能だったら3から行きたいって言うんだよ。何にも別に黒くないでしょ。完全に4が黒塗りしてるなって感じするけどね。6目線で行ったときに、じゃあ5が真に見える理由はって話だよな。もうね、わかんなかったけど、時点で言うんであれば、スラケネンで5がローで出てきたって可能性もある。3が今日だと分かっていながらね、出てきてる可能性もある、スラケネンでね。その場合に、じゃあつながるのどこなのか。5は4を弾いている。5、4ローローだったら4について、もう少し疑いの目線を持つんじゃないかなと思ってるよね。5、8、5、7。今日3行きます、私は。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。まず3番さん、占い確定させようとする行為してるし。僕ら全人が狙ってねえんやな。出る必要ってないと思うけどね、あそこ。うっそー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、だからこれ3番って次の場で釣られちゃうよね、Qが。嘘じゃろ。ショックすぎてびっくりじゃ。正直わし6絶対釣れると思ったんじゃ。6これでシーン見てくれんの？ちょっと待って。ショックじゃの。6に入れてないのは69。69やっぱつながってるのやっぱり。6の発言でわしを狼として見て、5が分かってて出てきたみたいな。わし、正直、完璧に決まったと思ったんじゃがの。釣られてしもうたか。正直、釣られると思ってなかったから、わしね、全然考察伸びん。本当に正直言ってしまう。わし、嘘つけんから。シーン決めてくれるっていう8番さんからの意見出てもわし安心しとった。6番釣ってくれるのか、よっしゃーと思ったらわし釣られる。正直神頼みはしとった。神なのに。6釣ってくれって。神なのにちょっと矛盾してるの。まだまだ発言力が足らんのにこんなことやっちゃダメじゃの。だからしっかりロラをしてくれ。わしを釣ったならちゃんと6番を釣ってくれ。そして、わしを釣り日にあげた、7番とかは、ちゃんとなんかその、理由をちゃんと言ってほしいかの、なんか、6番のどこが真で、3番のどこが偽でというのはちゃんとはっきり言ってほしいかの、ちゃんとローラしてくれよ、ブラ。夜が更けました。これ、新郎の時もわかんねえぞ。新郎の時わかんねえぞ、これ。5も入れてる？ああ、5は6いってるわ。夜が明けました。昨夜は8名の方が亡くなりました。8、9番のプレイヤーが発言します。これからか。4勝出ちゃいました。6番さんの三四郎。まあ、今日6行くけど、3、4じゃねえんだな。そうすると、小笠原家に出てきたっていう可能性の方が高くなるか。厄介神か。6ローで考えたときには、5強で考えて、そのまま考えて6ローで、ちょっと待ってね。6ローで考えたときつながるところ、6に行きたくなさそうだったのが、投票で7はどこに入れてんだ？ 7 は3に入れてんだよね。5が真かな、これ。ああ、5はね、いや、27の黒要素あんまり拾えてないですね、正直。4白か。ちょっと待ってね。まあ、27について黒要素は特に拾えてはいないんだけども、別に白はじきできるようなレベルではなかったですもんね。6ローで考えたときには6、2、6、7もあるかもしれない。で、5ローで考えたときにも、5、2、5、7ね。どの道今日は6ずりいきます。6ずりいきます。4馬さん疑ってごめんなさい。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい。9番さん目線は27に。5番さん目線っていうのは174。5番さんが私に対して昨日なんか1番は36のどっちかに言ってないしっていう殴りを入れられたんですけど、私のところで3番さんがレースらしてて、で3番っていうのは占い偽っぽいなっていう考察っていうか精査してたので、36の発言聞かないとわからんくないですか？なんかそれで殴ってきたのなんでと思いましたかね。で、怪しいちゃん27って別に1視点のグレー1に対しては落としてるし、と思ったけど。2白なの。いや、にはなんかよくわかんないんだよな。昨日も占いから言ってもいいかって、そういうのってあんま狼じゃ言わないのかなって思うけど、5番が昨日1に怪しいって言ってて、今日2にしようっていうのが囲ったのかなとも見れるけどな。7番さんの昨日の2週目の発言からあんま黒要素引っ張れなかったけど、これ5週目はなんか3、4でつなげてたのがあんましっくりこないなと思ってみんななってあげたんですけど、多分96か94あんのかな。どうだろう。てか4番さんが終始別に黒い発言一つも落としてないと思ってるんだよな。しかもなんか村から全員白いっぽいって言われてるから、狼にも言われてそうやなと思ってるんだけど、2番のプレイヤーが発言します。狼で多分。はい、お願いします。まあ今日は6番さん行くんですけど、まあ、4番さん、5番さん、まあいいや、なんか前日のあれ僕の叩きありましたけど、僕、まあちょっと言い方が悪かったですね。ちゃんと言ったつもりだったんですけど、それを9番さんはちゃんと聞いててくれたのでよかったです。9が4白、5が2白。5番さん、なんで僕を占ったんですか？って思ったのと、全然で、7番さんも特に印象がなくて、1番さんも今の発言聞くと、まあ、村っぽいというか黒い要素はなかったので、4番釣られそうで9が同じ死をした可能性もあるんよな。これ8番さんが騎士なのかな、ちょっとわかんないですけど、騎士っぽくて噛まれたのかな。全然わかんないですね。94のラインは見えないし、もちろん5番さん、まあ、僕村人なんで5番さんとつながってないんですけど、まあとりあえず今日は6番さん行って、って感じですかね。すいません、全然これ、ついな。4番のプレイヤーが発言します。5番の2占いとかもう真っ当でしかないし、占った理由を聞きたいって、あなたその考察でその発言で私を占った理由何なんですかって5番さんに問う時点であなたおかしいと思ってるけど、1番に関しては36の真偽発言聞かないと分かんないですって言うんだったら、ちゃんと2週目のトップバッターで、ね、36のね霊能だったら出た時に、じゃあ発言聞いてから釣り位置決めますって言えばいいじゃん。俺みたいに、俺は3の方が真だと思うけれども6の発言も聞いてちゃんと釣り位置上げますってちゃんと言ったからね。1番さん、それはね、なんでですかって言われても、そんな、あなたがちゃんと言わなきゃ、それを。でから、7って、2番よりも俺の方が狼だと思ったんですか？その考察の理由を教えてほしいです。2番狼でそれ言わないと思っているっていう意味がわからんけどね。俺7だと思ってるよ。隠れてるからね、7が1番。7、9かな。俺やっぱ9が、ね、偽だと思ってるよ。9の俺占いが一番理由がわからんかな。4号とかで見えた。それを言うんだったら、あなた相当やばいと思っているし、芯なんか全く応援。5番さんもね、これ2番ね、マジで沼ってる、ちょっと村だと俺思ってたからね、もしくは狂人かってとこで。狂人白出てるかもしれないから、これ5番さんって。だからね、これね、きついと思ってるよ。もうロラするけどね、俺3芯だと思ってるから、6必ずロラするけれども、絶対に俺7だと思ってるからね。2番白なんだ。はい。俺7だと思ってます。はい。今日6からいきますね。5番のプレイヤーが発言します。もうほんと、4番さん以上に僕は切れたいですよ、本当に。2番さんに関してなんで僕占ったのって言われてもね、ほんと、はぁみたいな。はぁみたいな感じっすよ。ね、4番さん、7番臭いって言ったんですけど、僕もうどれも臭いんですよ。1、7、どっちも4は白はじきしてるんでもういいんですけど、1番、もうさ、2番、もうね、もう何も言えねえ。てかもう騎士出てきて、本当に。グッジョブできなかったんでしょ。マジで騎士出てきてほしい。本当に、こいつ2番さんとかだったらもう本当にもうブチギレ案件だけどね。もう文句しか出ない。今日6でいきますけど、9番さんに関して相変わらず僕を強で置いて6ローのパターン、3番さんローのパターンを追わないんですか？6番さんは3白出してますけど、6番さん偽のパターンもありますし、3番さん強陣で僕ローだった時にはどうするんですかって話ですし、1番さんに関してですが、僕が2番さんを占った理由がわからないって言ったのとかプラスして4番さんを占ってるんですよ。あなたが白いと思っている4番さんを9番さんはそこに関して何も突っ込まないんですかっていうところで91ラインもかなり見えました。7番さんに関しても2周目正直な発言納得いきませんでしたね。2番さんに黒要素ないって言ってるんですけど、正気ですかって思っちゃいましたけどね。だからもう占い値マジで迷った。7、1、2どれももうね、本当に占い泣かせなだなっていうふうに率直に思ったかな。もうあかん、もう無理だ。もう何も言うことない。6いきます、今日は。6番のプレイヤーが発言します。まあ、初日のデータ名、出方だけで、6番新規って、3番を新で決め打ち進行しますとか言って8番が、噛まれたの、僕は嬉しかったですね。ありえないっしょ、そんなの。って思ってますけどね。それが村が強い進行だよっていうか、それは進行論の違いだし、大体全員がスラするか、選択しといて、例の 3? そんな盤面見てやる人いるんですか？もう俺そこまでやったことないんで分かんなかったっすわ。普通に出りゃいいやんと思ったけどね。うん、で、9番が潜伏しなくて3番がかわいそうだよってどういう視点やねんと思ってたんですけど。これ、4番さんは白はじきしたいよね。4番さんって名前サトシかな？サトシ。サトシしてたもん。1番と2番を。いやー。現状、2番さんは臭いけど、黒くはないでしょ。言ってることも、尻滅裂ですよ。4番が4に、5番が2占ったのを理解だもん。2じゃないでしょ、占ったの。俺今5番シーンで見てて、3強9ロー1ローなんじゃないですか、これ。うん。ローローで囲いに行ってたんじゃないのっていうふうに見てるな、初日から。今日も俺釣りですか。7番さんが潜伏してる。7番のプレイヤーが発言します。なんだろう、なんか、4視点俺、怪しむ理由わかるけど、でもなんだろう、もう合心決め打ちならろうっていう、そのなんか視点がちょっとおかしいなって思ったかな。だって4目線あれでしょ。じゃあ9、2世の場合、まあ、1、7の場合もあるし、で、なんだろう、5、狼の場合って、2、8だから、そう、5狼だった場合って、なんだっけ、7の視点もあるのか。だからなんか4のそのなんだろう、9、なんか合心においての9、9、2世を置いて合心決め打つ、なんかその、なんだろう、理由がちょっと分からなかったかな、俺は。だから普通になんか9が4に囲ったのかなと思ったから、9-4ローとかって見えてるけどね。で、上1考察8って結構4が怪しんでたから、なんだろう、まあ4、9にも見えたけどね。でも5の今日の精査はちょっとグレー考察甘かったなって思ったかな。5視点って、まあ7、1どっちか多か見るわけでしょ。4も、そうか、4も狼の場合もあるのか。なのになんか、考察も甘かった気がするな。だから、5狼の場合って5、2だと思ってるけど、2って、なんだろうな、なんか、そうだね、まあいいか、なんか、昨日のなんかその、一周目であんなとぼけたさ、なんかグレイクとかっていう、なんか狼だったら言わなそうっていう理由で、まあ狼弾いたけどね。まあでも、9-4か5-2だと思ってるけどね、俺は。まあ今日6いくけど、以上。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。僕は9番投票しましたよ。占い真珠ってやっぱ5欲しい。9番のやっぱ4占って白でした。なんかこれ臭いんだよな。4占って白でした。94で囲いに行ったか。7番さんのせいでしたかね。いや、5が人狼の時って5の相方っていないと思う。まあ5の相方が言うとしたら確かに2しかないな。7番の言うように。5、2で、相方2番で、沼りすぎてて、白打って、ふざけんなよって言いますか、相方に。俺、それもないんちゃうかなと思ってか、やっぱ人狼は9かなと思ってるんですよね。その時の相方っていうのが、初日が恋した1か、まあ確かに2日目打った4で4が8巻だっていう視点はわからなくもないね。なるほど。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。オッケーオッケー。2黒1黒でしょ。ちょっと待ってね。待って。あ、1カリウド。じゃあ1カリでしょ。ってことは、ドラちゃんが1黒出してるから5負担か。2黒。2番さん騎士ですか。じゃあ52ってことか。5守り。5神なのか。1番さん5先どこですか ?7 か。ああ、なら。そうだね。いや、そっか。いや、4級6神だったら普通に7黒塗りするから7神もあり得ると思ったけど。5、今日は1、2のランか。1、2のランで。いやー、7超え、5超え、5超え、5超え。2番さんって、2番さんそうなんだね、発言。そうなんだよ。別に占い師どっちとも言ってないし、グレーもそんな。いけなかったからね。じゃあ52か。いや、結構、じゃあ俺、そうだね。2のトンチンカンな発言は結構、狼じゃないって思った考察はもしかしたら間違ってましたね、これ。いや、すいません。いやー、2かな。じゃあ、まあ、1、2番さんには、その、2浪1と1強陣1を、まあ、提示してほしいかな。それで、まあ、精査合いそうな人。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。そうですね。もうニクロで出たんで、まあ、52ローロもしくは62ローロですね。52ローロもしくは62ローロ。5と6の昨日の発言聞きました。5っていうのは俺に対して、3、4ローロで追ってたんでしょ。5、4ローロ見えるの。4の占い値おかしいんじゃないか。3、4ローロで見てるから4を占ったんですよ。5円日記でその中で、その後に言ってたのが、6ローロを組んだ。3のローだと追えるじゃんって言ってたでしょ。追えないですからね。6が3に白出してるからね。そしたら、3ローだったら6強って話なんですよ。何を言ってんのって、視点破綻してるんですよね。で、6についても視点破綻していて、で、3ローで9強って言ってたでしょ、あの人。もうそれで2000みんなわかるでしょって話。うちの護衛先とかしっかり言わないと。打ち上げについては、正直、分かってないけど、5っていうのは、2が多分ローで怪しいかなと思って、そこに占い値持ってて白を出した強靭の可能性もあるし、2日目で囲うっていう形もよくあるんで、5にロールもあると思う。ただ出方的にはおそらく5が強なんじゃないかなって。5かも可能性十分あると思う。5の白先噛んでるから。で、騎士についても、1が出てきた後に、このままいくと5が破綻してしまって、助けに出た2っていうふうにもう完全に分かるでしょ、これ。まだイージーですよ、これ。まあ、2個出てるんで2位ってください。に行けば6二ローであれば2で終わる。終わんなければ5以上。1番のプレイヤーが発言します。7グッジョブね、7グッジョブ。4番さんって昨日時点っていうかもう初日から5シーンで見てたから。だから7番さん噛まれたんですよ、2やってんね。2ってだって昨日自分が棋士じゃないっていうことをすかしてたの発言聞いてれば拾えると思うんですけど。しかも私が5噛むわけないでしょ。そしたら一旦遅すぎるんですよね。5番さんって1、2に昨日、一昨日か付箋打ってたじゃないですか。1番さん、初日のご縁理由。1、占えば白白作れるかもしれないけど、2っていう位置を占ってるんですよ。7ご縁の理由。なんか突っかかられるんだけど、そうだ。すぐにわかると思うんだけど。4番さんが噛まれない理由は分かりますよね。更新に見てたから。で、2っていうのは昨日時点で棋士じゃないことを自身に透かしていた。で、5番さんは1、2で迷っていると言いながらも、2という1に昨日違った。で、なんかまあ、茶番みたいな発言を2人でしてましたけど。普通に5、2ロールだと思ってますよ、私は9番さん。6さんに関しては、6が昨日、なんか俺は91だと思ってるけど、みたいなことを、昨日から思ってたとか言ってたけど、そんな発言一切落としてなかったのに、急に91っていうラインつなげてきたのはすっごい雑な考察をとりあえず残しとこうみたいな感じで2線に見えました。だから3が真かなって思ってます、今のとこ。まあ2はなんて言うんでしょうね、5が最終位置だから発言持ってかれるかもしれないですけど、ちゃんと2に。2番のプレイヤーが発言します。はい、5守りグッジョブです。僕、棋士透かしてました。全然透かしたつもりはないです。で、9番さん、1番さんに白出してて、まあ、そこしかライン見えてなかったんで、ちょっと。初日の2日目はよく分かんなかったんですけど、僕が5を守った理由は、まあ、5番さん、僕のことすごい怪しんでて、まあ、5番さん、真なんで、5番さん噛まれたら、多分僕が狼だってことで、5番さん噛んだんだっていう発言に持ってきやすい。っていう狼の考えがあって5番さん噛むと思ったんで5番さん守りました。はい。なんで、まあ91、まあ1番さんから釣ってくださいとしか言えないんですけど、1番さん釣って終わらなかったら9番さん釣って終わりなんで、はい。もう僕から言えることはこれぐらいですね。はい。5番さん守りました。5番さん釣ってください。1番さん釣ってください。まあ、2のが臭いかな、これ。森先に関しては2が死んだと思っている。7神なんてするか、狼が。1番に関しては。まあ、グッジョブ起きてるけど。んで、5が1黒打った瞬間に棋士使用して。5番さん、これ本気でやってるらしいよ、2番って。これ棋士マジ語ってんだって。俺、やる気なくした、本気で。お前、どこが黒いんだって言ってたけど、自分で。真っ黒黒助じゃん。ほんで、一度の対抗出て。でもね、5守りはね、俺はね、正しいと思うよ。1か7かの精査を渡せなかった時点で、村負けると思ってるから、5神で良かったと思ってるし、2が、まあ、これマジでやってんだろうから、腹立つな。本気で腹立つ。1に関しては、7守り。7番がその2を黒だって思ってる理由が、俺は多分これ、匂わせだったと思ってるんだけどね。5が2に白打った時点で。今になって逆転してんだよ、考察が。1日前に戻ってくれたらいいんだけど、7番さんって。俺はそう見えてんだけど。5、2でこれプロレスやってたら相当名演技だと思ってるけどね。だから俺1が2だと思ってるけどね。91か ?91 だと思ってるんだけど。2はグレー交通したんだよな。まあ普通に新感情が5番から拾えてるから、俺は。だから5が死んだと俺思ってる。これ新か新があんのかないや、本当に2番さんが棋士をマジでぶち殺してやろうかなって思いましたよ。本当に口悪くて申し訳ないです。本当に。あんたね、棋士だったらマジで占い師に入るような発言、本当にしないでって思いましたね。で、1週目、2日目に1売らなかったなんでとか言われる人いるかもしれないんですけれども、もしね、あれだったらね、3、5、9で出てたときに、9番さんがローだったときに、要は3仕様ですよ。3番さんのスライドなんて分かんないわけですよ。その中で、9番さんがローのときに、1番さんをいきなり初日に3仕様ですよ。要は占いローラーになる盤面で、1番さん囲いに行くわけないなって思ったから、俺は1番占わなかった。で、今日に関しても7番さんめちゃくちゃふわふわしてたし、俺のこと芯で追ってるとか言っときながら、結局俺も偽っぽいな、ふわふわしてんなとかって言ったから、マジで本当にこの人って思ったけど、1番さん占った。そしたら黒だったっていうところで、もう本当7番さんも本当やめてくださいって思いましたね、率直に。もしね、僕が人狼だったら1か見ますよ、普通に。なんでかって、7番さんだってなんだかんだで僕を芯で追ってくれてるんですよ。だったら一紙して普通に9攻めておしまいじゃないですか。あとは適当に黒を打ってみたいな感じで。まあ結果論ですが2番さんも勝ったわけで、黒を打ち放題になるわけで、その中で長紙するバカいますかっていう話なんですよ。そこ7番さんには分かってほしいかなって思いますね。それぐらいかな。視点破綻してるって言ったけど、俺3番さんがローのパターンって言わなかったから言い直しましたよね。1ってください。これね、技師は初日なんでここを越えしました、2日目なぜここを越えしましたって言ったら、騎士精査めっちゃつきやすいんだけどね、潜伏するならそれぐらいは用意しとかないと。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。村人陣営の勝利です。116? え、1番さん7守りか。7守りってなくね。まさか終わるとは思わなかった。やべえ、そうですよね。9守りですか？いやいや、5守りでよかったし、別に。7はないんじゃないの？まあでも2番はメタで白いよ、もはや。6番よ、やるの仏。これ。いや、あれ俺が人狼やとはみんな呼んでなかったと思うよね。ごまもり。だから、陰性さんとしては。5番さん聞こえる？はいはい、聞こえますよ。5番さんね、これ1周目潜伏してたら、多分まあ、9番さん出てたと思うのよ。5番さん潜伏してたらね。で、9出て、3がスライドしたら3の締めめっちゃ高くなるんよね。その通りじゃん。それわかる？うん。いや、わかります、わかります。だから、あそこは5番さん潜伏してて、3スライドした頃にちょうど使用すれば5番さんって白もらってるし、めっちゃ芯上がるし、3の芯確定でほぼ、で、6から釣れるから、いや、まあそうなんですよね。ただ3番さんが霊能じゃなくて普通に偽だった時に5番さんに白刺さって僕出て、そしたら9番さんしか結局3番さんって押せなくなるんですよね。まあ結果論ですけど、そういう面も考えて、白刺さってるところから占い出た方が芯取れるかなって思っちゃったんですよね。あ、そうそう。それは2周目の方がなおさら取れるよ。なるほど。いや、わしはもう36精査で負けたのが一番のショックじゃ。いや、でもあれですか。そこまでスライド懸念して待ちますかね。単純に視点ぐっちゃなって嫌になるっていう村の方が多いかなって感じだったし、事実この村はそういう村やったと思うね、俺は。いや、けど盤面強くした方がいいと思ったし、6番さんが霊能だったらあそこ、占い仕様して3仕様にして人外2人スライドさしても良かったと思うよね。だからちょっとモラリある行動を3番さんはしてると思った、俺は。8番に分かってくれてわしは嬉しいぞ。でも2番さんの騎士ムーブは本当無理です、これは。ごめんなさい、ごめんなさい。6番さん、騎士すらしたらよかったかもね。いや、ちょっと、騎士すらするあそこで。なくはないと思うけどな。あと2番さんは、1番さんもだけど、護衛理由初日からしっかり言ったらマジで芯取れるよ。2番さんどこ護衛したの初日。初日は、ゲームの性質上の話で申し訳ないんですけど、声できなかったです。何をしておる？なぜ神の雷ちを落とすぞ、2番。ええ加減にしなさい。声してないでしょ。ああ、じゃあそれ言えばいい。2日目に護衛先しっかり固めたいんで、初日は捨て声しました。なぜ5番さん声しましたってしっかり言ったらあれね、騎士日記結構重要だから、1番さんも人狼でも騎士日記しっかり言ってたら1番さんも芯取れたよ。占い公演してたからできませんでしたでよかったと思うけどね。だから7番行くしかなかったとかでよかったし。うん。間違いない。ちょっと質問いいですか？わしに質問か？私の、2日目か。6番さん釣られた次の日ってどこ神が正解ですか？5神は多分ないっすよ。5神正解だよ。うん。マジっすか？あれもう3釣られた時で5神で良さそうだけどね。いや、でも、16ローローだったら5神正解だと思いますけどね。あ、マジっすか。まあ、てか、まあ逆に言うと2番が騎士で残ってたんやっていう、それがまあ、範囲かなと思うけどね。むしろ2番は仕事したと思うよ、俺は。だって4の騎士って絶対ありえないし、みんな8騎士だと思ってたわけやん。まあ、2か8ですよね。いや、2騎士って誰も見えてなかったと思うけどね。誰も見えてないですね。さっきの発言は撤回じゃ2番、ありがとうよ。そうじゃない。2週目の発言、ちょっとメタっぽいところ入っちゃうんですけど、いや、匂わせてんなと思いました。2番が5番を護衛できたことで村勝ったという視点じゃない、結果論やけど。これ9番さんは、9番さんはちょっと6に白を打とうとは思わなかった？ん？6白。9番さん、狼誰で見てた ?3、5、6。2かなと思ってた、最初ね。ああ、最初2で思ってたんだ。最初2で思ってた。これでもまあ9番さん的には4の芯を取りに行く意味で7黒打つとかでもよかったかもしれないですけどね。7番さん確かに潜伏位置で何でもありみたいな位置ではいたんですよね。うん、でも27がローの可能性全然否定できなかったんで、5が2にしろっていうことがそこにしか安心して黒打てなかったんだよね。ああ、でも強靭やったらもう黒にでも黒打つのムーブの方が強いんちゃうかなって個人的には思うんですけどね。マジっすか？マジっすか？確定じゃなければ先般ならないっすよ。5神で5護衛って言った場合にどういうスコアを提示すればいいんですかね？いや、それってだって5番、9番からもう白もらってるわけから5に白もらえば自分白隠するんでって言うんじゃない？これさ、でもどう考えてもさ、初日にもう5噛んじゃってもよかったんだよね、8神じゃなくて。一番目線で考えたら。あとこれさ、9番さん出なかったらやばかったね。9番さん出なくて3スライドしたら結構、そう、わしの完璧な作戦にドハマりするところだったのに、9番目やるな。最初の視点で言うと 3CO で6が例の出てきたから、3がローだと本当に思ってたんですよね。3がローで5進かなっていうふうに思ったんで、これ助けに行かないと終わっちゃうなと思って、それで普通に出たんですよ。ああ、なるほどね。わしはもう、惜しかった。なんで3、6で6に設定わかるんですか？すいません。それも、だって6番3、まあ俺の考えだけど、むらりある行動してないもんね、3と6で。3番さん、例の占い確定させようとしてるし、6番さんって全人外露出狙えるしね。それで。まあ、その視点ででもそもそも持ってなかったね、俺は。ああ、そういう考え方あるんやって8番に言われて、へえって感じでしたよ。うん、結構、今ね、最近スライドとか、ある、進路強いんよね。いや、確かにスライドめちゃくちゃ多い。マジ強いんよ。スライドが多すぎて平和になっちゃうパターン結構ありますよね、なんか。1、2になったりとか。進路狙えないのよね。狼が、例の1周目潜伏したとき。うん、だからもう1周目出た時点でもう6、2世かなと思った。でもまあ、俺ら経験値もあるけど、シンプルに1周目出て別にいいやって思ってる考えはありますよ。まあ、そういう人もまだいるけどね、結構。いや、割と60秒短いから、盤面書き乱して整理する方がめんどくさいなって、まあ、俺個人的には思うから、シンでも多分僕出てますね、1周目で。うんうんうん。まあ、それぞれじゃの。そうそう、盤面で勝ちたいってあんま思ってないから、別に考察すればいいんじゃないって思っちゃう。もちろん、村的には盤面有利の方がいいけどね。そうそうそう。6番は仏の心じゃの。でしょ4番さんはサトシだったでしょ。4番さん優しかったな。4番さんめちゃめちゃ白かったの。白すぎて、ってなった。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。仏よ、またやろう。またやりましょう。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。